おい、ブレ。おい。おい、ブレ。おい。エモー。なん。はい、ケズメルバ、エミネです。よいしょ、皆さん、こんにちは。はい、今日はかなり上目線ですね。ごめんなさい、この角度。はい。本日は僕、お風呂にいるんですけれども、見て、セクシーじゃないのか、なんかめっちゃ泡風呂って感じ。なんですけれども、今日はね、僕久しぶりにエネス弟にね、ちょっとドッキリをかけたいと思います。本日の企画、いきなり兄がお風呂で酒を飲んで倒れたら弟の反応はでございます。よいしょ。はい、ということでね、今エネスね、外出してるんですけれども、でエネスが帰ってきた際に、僕これお酒飲んで倒れます。これだけ言っておきたいんですけれども、本当にお風呂で飲むお酒って本当にダメなことで。本当に危険な行為です。で、僕は、中入ってますけど、これお水ですし、そもそもこれ僕飲みません。ちょっと飲むふりして、これもう、もともと気絶する感じなんで、ご心配ないようにお願いします。中身もね、お水ですし、皆さんも本当にお風呂ではね、よくビールやワイン、飲まれてる方いるようですけれども、本当に危険な行為なんで、くれぐれもね、やんない方がいいかと思います。はい。では、ちょっとやっていきましょうか。よいしょ。はい、もう間もなくエネスが家に帰宅します。でもその前にちょっとね、いやだ、泡つけ足さないとみんなね恥ずかしい思いしたから、僕がよいしょー。はい、これで完璧です。これでもう何も見えないからね、安心して見れるし。やばい、やばい、日本酒。日本酒。まあ、どうせ水なんで大丈夫ですけども、こぼれちゃったってことで、体勢に入ります。もう本当に間もなくエネス来るんで、皆さんもうしばらくお待ちくださいと。あいつ意外と心配してくれると思うから、そういうの。あ、エネス来ました、エネス来ました。なあ、ナイスボード。エブレ。早くね、お前一緒に入るっつっただろ。なあ。エブレ。エモン、隠さないぞ。へい。öldüm mü a**? Ha? Kalksana oğlum, öldün mü? Hey! Ha? Oğlum! Şşt Emo! Oy Emre! Oy! Oy Emre! Oy! Emo! Lan! はい、いいミス。エモー。はい、はい。
飲んでお風呂で倒れてたら弟は心配するのかだったけど、まあ見事心配してくれたけどさ、あいつさめちゃくちゃ冷えてる水入れて俺の口から入れやがったんだ。いや、うん、ガチで俺死んだかと思って、俺今喉詰まってたから、これで本当に死ぬかもしんないじゃん、これ入れた瞬間。お前お風呂入りながら、やべ、耳には入ったんだけど、お前電話で、こいつ電話でお酒ちょっと NS 来るまで飲んでるねって言ってたから風呂で飲んでるのかなと思ってそうそうそう、お前マジやばいって、もうやべえよお前。しかもこれあれだよ、中身水だよほら。いや普通に日本酒の匂いするよ。でもしねえよ。あ、余ってるのかな。じゃあ、あ、わかんない。そう、そこにあったかもしれないけど、普通に俺これ水だし、しかも飲んでない。お前もうやめて。全く飲んでない。あんな薄かったけど、なんで、まあでも一応大成功。あんな薄いじゃねえよ、俺あの階段から落ちたからね。え、あとそこにもあるカメラ、そういえばあの洗面台の後ろの棚の下。ああ、え、あ、見えない。俺がトイレしてて映ってたよ。え、何したお前、トイレしたのえ、カット。皆さん本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。また明日の動画もお楽しみしてください。また明日ね。また明日ね。よいしょー。これうまく動画になったの？なったんだよ。お前がトイレで変なことしてないかければ大丈夫。え、お前入れよ。あそこの角度トイレ一応見える。見えるけど、お前、おい、お前この動画使えねえよ。で、俺トイレでやっちゃったもん。何これ、あ、マジで、 あれやっちゃった。お兄ちゃんが倒れてんだよ、お前あれってどういうこと。いや普通に寝てると思ってたもん。お前どうすんの、お前やめなさい、まだ見てるからみんな。いや、お前バンだよこれ。いや、お前炎上だよお前これ。炎上なんだよお前それ。